ートレース芦屋で開催のボートレースチケットショップオラレ日南開設12周年記念日刊コム杯初日メインカードです。ドリームレース第12レース1号艇福岡の西山貴博、2号艇岡山の山本博久、3号艇福岡の中辻貴人、4号艇兵庫の藤岡俊介、5号艇福岡の増田啓司、6号艇愛知の黒野元樹、以上のメンバーです。今1号艇西山貴博が入ります。さあ、高枠ビシッと押し切り、今節のドリーム男の称号をゲットといきますか。2コース直前福岡周年を制し、 G1V2 の2号艇山本博久、3コースこちらは前走勝利挙げまして2戦勝レーサーとなりました、地元3号艇の中辻貴人、角4コース4号艇藤岡俊介、芦屋は SG 初出場のメモリアルプール初戦白星です。5コース地元5号艇増田啓司、初戦まくって快勝好発進、大里シリーズ白星の好船で6号艇黒野元樹、内から1番2番3番4番5番6番の並び、スタートしました。ドリームレースの第12レース割と際どいスタートでした。さあ、1枠逃げる1号艇の西山貴博、刺す2号艇山本博久、まくり刺す3号艇の中辻貴人、さらには5番4番と向こう正面へ、1号艇の西山一歩前も内側へ先かける3号艇の中辻、スタートは前提正常でした。さあ、2枠内側から3号艇の中辻が先行するところ、握ってきたのが4号艇の藤岡、内側から1号艇の西山とホーム側、先頭3号艇の中辻貴人、4号艇藤岡俊介の競り合いと変わりました。その後ろ1号艇西山が続いて、さあ1幕の攻防戦、トップ争い3号艇の中辻が先行体制、ここも握って4号艇の藤岡と抜け出していきます。トップ争いは3号艇の中辻貴人が一歩へ先を出した状態、アウト判定審査、4号艇の藤岡俊介、水が相手3番手1号艇の西山貴博で2周の2幕、3号艇の中辻が回る、4号艇の藤岡今度は差しを狙ってホーム側、トップ争いは3号艇の中辻貴人、その内側4号艇の藤岡俊介、一歩前は3号艇中辻ですが、判定審査4号艇の藤岡続いています。さあ、外に持ち出していく4号艇の藤岡、1枠3号艇中辻の外をまたまくる4号艇の藤岡俊介、向こう正面は3号艇の中辻が振り切っています。水がいて4号艇の藤岡が2番手、3番手に1号艇の西山貴博、後続が5号艇増田、6号艇黒の2号艇山本で最終コーナー、先頭3号艇の中辻貴人、今日2戦勝レーサーになった3号艇の中辻初日連勝、2番手4号艇藤岡、1号艇西山3番手、先頭3番五輪、4番五輪、1番5番6番2番五輪、以上前提五輪しました。